皆さんこんにちは、みらいです。今回はですね、ゲットレディウィズミーをやっていこうと思います。今日久々にさ、見て、誰もお家にいないのっていうのも平日だからなんですけれども、今日はね、近所のスーパー行ったりだとか、あとは動画で使いたいなと思ったものをですね、買いに行こうかなと思って、めちゃめちゃ久しぶりに一人で買い物行くんだけど、そう、最近さ、買い物行くとしたらもう土日に行って、平日はもう仕事したりとかいろいろしてるから、超久々に一人で出かけるのね。ということで、なんかいつもよりなぜか気合が入っておりますが、なんか子育ての話をしながらとかね、ゲットレディウィズミーやっていこうかなと思ってます。ということで、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思うんですけど、現在ね、もうスキンケアは終わっております。スキンケアはね、まず化粧水はこのミノンのアミノモイストのもっとしっとりタイプっていうお肌に優しいこちら使ったのと、あとこれはめっちゃ保湿されるっていう感じね。で、あと最近さ、めっちゃくすみっていうか、ここにね、前レーザーしたんだけどシミがまた出てきたので、奥底にね、残っていたシミたちがまた浮き出てしまったので、ちょっとくすみが気になるからね、この美容液、魔女工房マニョのガラクナイシナイアシン 2.0 エッセンスの美白系の美容液を使ったのと、あとクリームはね、こちらもう最近めちゃめちゃ気に入ってんだけどさ、これね、プイってところのプレミアムスキンクリームのシカクリーム、こちら使ってます。くすみが気にならなければこの2本だけで最近仕上げちゃうぐらいめちゃめちゃいい感じなの。保湿力が高くて、でしかもこれもね、なんかみずみずしい感じですごい保湿力があって、しかもニキビができないっていうね、そうニキビが治ったんですよ。でこれもね、すごいね、なんか仕上がりもすごいサラサラだからすぐメイクできるってところもすごい素敵だし、朝晩使ってます。本当に超これおすすめ。まさきも使ってるこれ。ということで、早速ベースメイクやっていきたいと思います。ベースメイクはまず初めにこちら日焼け止め塗っていきます。アクセーヌのスーパーサンシールドブライトフィットを使っていきます。 SPF50+ の PF4+ で、このアクセーヌ自体もね、すごいお肌に優しいやつを使ってます。そう、最近さ、妊娠前よりだいぶお肌が敏感になってすぐニキビできちゃうから、そう、すごい大きいニキビがボーンとできるわけじゃないんだけど、もうちっちゃいニキビがね、プツプツとできるわけですよ。でさっきさ、紹介したさ、シカクリームあるじゃん、あれ使ってからマジでできなくなったの、すごくない？ということで塗っていきます。これね、トーンアップ効果もあるので、私のくすみ肌にも最適だと思います。もう最近のさ、コスメ選びはさ、基本的に全部お肌に優しい処方になっているものを選びますね、いつも。ちなみにこのさっきのこのスキンケアも全部敏感肌でも使えるぐらいお肌に優しいラインになってます。そしたら次にこちら使います。 V3 のね、 SP ケアっていう、これすごい有名ですよね、ハリファンデって言われているやつです。これ一度ね、検証動画も出したことあるんだけど、詳しくはそちら見ていただければと思うんですが、すごい長時間キープとかそういったのは全然ないんですけど、仕上がりがね、すごい綺麗なんだよね、これ。だから最近はね、これ使ったりもしてる。やっぱりさ、女子でいたいじゃない？女子でいたいからさ、こう自分の顔面をね、強化させるためにね、いろいろ試すわけじゃないんだけど、コロコロ変えたりとかして、あ、今日これいいじゃんみたいな、そんな感じでね、自分の肌に合ったものを選ぶようにしてるんですけど、これもね、美容液成分すごいたっぷり配合されてるやつだから、超いいの、本当にお肌に優しいものを使っていく感じかな、最近は。もう今日のさ、朝もすごかったんだけど、全然話変わるんだけどさ、めちゃ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 イヤイヤモード。本当に何でスイッチ入ったかっていうとね、ヨーグルト出した時になんかちょっと振られてたのかな、ヨーグルトパカッて開けたらさ、ひびが入ってたわけ。そしたらそれを見てひーちゃんが、これじゃないとか超叫び出してから、めっちゃ泣き出して、もう、もう待って待って、今日ただでさえちょっと遅刻気味っていうか、なんならもう遅刻なんだけどと思いながら、早く早く行かないとやばいんだからさ、さっさと食べてよって思いながらも、カレーじゃない、でもずーっと、本当にもう最悪だったよ今日の朝も。だからさ、なんかさ、まあ今ね、妊娠もしてるし、ひーちゃんお兄ちゃんになるんだよみたいなのも分かってるから、まあ不安定な寂しい時期なのかもしれないんだけどさ、それにしてもじゃない、いやいやがすぎるぜ。だからさ、嫌だよね、嫌だよね、ママも嫌だ、
ヨーグルト2つにこうパカって割れてたらめっちゃ嫌だよねとか言いながらさ、わかるわかるとか言いながらやるけど、それでも全然収まらず、結局何で収まったかというと、今日の朝はですね、じゃあさ、パパにさ、秘密でさ、おにぎり車の中で食べちゃうとか言ったら、うんとか言って、それでやっと収まったんだけど、もう本当に朝の30分以上ずっと嫌々でした。もうパパ嫌だだけど好きとか言いながらめっちゃ叫んでた朝から。そう、本当はね、いつもね、娘をね、保育園の準備してご飯とか食べさせてる間にメイクとかしたりとかするんだけど、今日はもうそんな、もういやいやひどすぎて、そんなことしてる余裕なし。ファンデーションが塗れました。でめっちゃ綺麗じゃないこのファンデーション。そう、なんか別に持ちがすごいいいわけじゃないんだけど、すごい仕上がりが綺麗で、お肌にもねいい感じだし、透明感もあるし、こうトロトロのピッカピカになるんで好きで使ってます。ただね、これ難点言えばね、あの SPF とかこの日焼け止め効果が入ってないから、本当は日焼け止めせずにこれを最初にもう直接お肌に塗るのがお肌にはすごいいいらしいんだけど、そんなことできるかって、シミあるんだぜシミシミって思いながらそんな感じでやってます。はい、はい、そしたら次にこちらを使っていきます。日焼け止めも塗ったんだけどさ、ミネラル UV パウダーっていう日焼け止めフェイスパウダー使っていきます。エトボスです。エトボスもね、お肌に優しいブランドですよね。そう、最近は本当に肌に優しいか優しくないかで決めてる、まあ、ポイントメイクアップの製品にコスメに関しては、まあ、そこまで気にしてないんだけど、ベースとスキンケアだけは一応ね、肌に気使ってるような気がする。全然コスメ買ってないんだけどさ最近。はい、顔全体に塗りました。はい、そしたら眉毛していくんだけど、眉毛いつもと一緒だからちょっとここカットしますね。いつも使っているのがこちらです。もうそろそろなくなるボビーブラウンのね、パーフェクトディファインロングウェアロンブローペンシルのマホガニっていうカラーなんですけど、もうすぐなくなる。次アイブロウ何にしようかな。なんか前コメントでさ、ダイソーのユアグラムのアイブロウめっちゃ描きやすいですよっていう風に教えてもらったんだけど、それもちょっと気になってはいるっていう感じ。はい、はい、眉毛終わりました。ということでアイメイクしていきます。アイメイクまず初めにこれ使っていこうと思う。久々にさ、シングルアイシャドウとか出した。エスプリークのセレクトアイカラーの BR304 番です。めちゃめちゃきらめいたカラーです。え、待って、ネイルとめっちゃ似てない？これをアイホール全体にのせようと思います。お、つやめき。アイホール全体に塗っていきます。あ、あれをしたいんだよね、パーソナルカラー診断とさ、顔タイプ診断。何なんだろう、多分さ、パーソナルカラーはイエベ秋っぽいじゃん、完全に。多分知らんけど自己判断。顔は何だろうね、タイプ気になるところですわ。下まぶたにはのせます。涙袋にピッと。ちなみに今日のカラコンはバニタスのリアリーっていう茶色のカラコンをしています。最近好きなんだよね、最近ナチュラル思考になったのよ本当に。カラコンも前さ、グレーとかさ、グリーン一択だったのに、最近茶色好きなんだけど。はい、次これ明らかにさ、可愛さそうなカラーじゃない？パラドゥのシングルアイシャドウの BR1 番、ちょっとオレンジ味っぽい赤っぽい感じの茶色使っていきます。いや、これもね、絶対輝きがやばいのよ、これは多分。これもそう、やーん、可愛い。私のドツボのタイプなんですけど、オレンジ味があるね結構。これを使っていきます。春と言ったらオレンジ、コーラル、そっち系。発色も良さそう。これを目尻に入れていきます。あ、いいじゃんこれ、いいじゃんいいじゃん。どうですか、めっちゃ良くない？ブラウンなんだけどオレンジ味が結構強いから、カラーメイクっぽくも見える気がする。締め色はこちらを使います。アディクションのザ・アイシャドウの74番です。こんな感じで、シマーな感じのダークブラウン使っていきます。これは何でも合わせやすそうだから。はい、これを目の中心、目をね、縦幅出したいから、私最近横幅も出したいんだけど、縦幅も出したい、イコール目をでかく全体的に見せたいっていう欲張りですよね。だからちょっと真ん中中心に乗せちゃおう、架空の二重幅にでも乗せちゃおうか。はい、下まぶたのここにもピッピッと薄く
はい、そしたらビューラーでまつげいけたのでマスカラしていきます。マスカラね、これいつも使っているアイプチのビューティーマスカラなんだけど、3月5日からプラムブラウンっていうカラーがね、限定カラーで発売されるらしくて、それをいただいたので今回これを使っていきたいと思います。これもね、何回か使ってるんだけど、めっちゃいいカラーなの。すごい、こんな感じ、ちょっと紫がかった感じの、なんかブラウンっていうか、ちょっとね、もっと黒に近い感じで、手にのせてみると、あ、手にのせたらさ、紫感すごい強いですよね。可愛いのよこれが。なんかさ、ひとえさんとか、私もブラウンマスカラだと目が強調されなさすぎてやばいんですみたいな感じの人いると思うんですけど、私もまあまあまあそんな感じだったんですけど、そう、ブラウンよりは黒に近い感じだから、ブラウンよりはこうはっきりする感じなんだけど、黒よりは濃ゆすぎない感じで、しかもなんかね、透明感が生まれるような、ほらわかる、こんな感じのまつげ、地まつげと比べてみるとこういった感じです。そう、存在感はありつつで、しかもプラス透明感が出るみたいな、そんな感じのカラーで、めっちゃ最近気に入ってんのこれ。でしかもさ、プラムブラウンだから紫系だからさ、なんか合わせづらいかなとも思ったんだけど、いや何でも合うわけよ。またこれはすごくね、仕上げてみました。こんな感じです。ね、なんかちょっと透明感ある感じしますよね。最高。はい、アイライン描いていきます。アイラインもこれいつまでこれ使ってんのっていう感じなんですけど、セザンヌの極細ライナーのブラウンです。マジでね、全然なくならないから一生これ使ってる。描いていきます。はい、そしたら次にチークをしていきます。チークはこちらです。資生堂のインナーグローチークパウダーの6番アルペングローっていうカラーで、オレンジ味の強いコーラルカラーを使っていきます。クーラル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 、お、いいね、血色出ましたね。あー、最近マジで子育て疲れるわ。お利口さんの時はね、日めちゃめちゃお利口さんなんだけどね、もうイヤイヤモード入った時はマジでずっとイヤイヤモードだからさ、もうほんと誰か私のモチベの上げ方を教えて耐えるしかないって分かってんだけどさ、マジでこれで2人育てられるのかな、本当に不安で仕方ないんですけど。はい、ハイライトこちら使います。ロラックの、あ、これ廃盤だったんだよね、悲しいことに。はい、こちらです。今のうちヒートラブラブしとこう。ラブラブして、多分そこまでこう火に手が回らなくなっちゃう可能性があるから、今のうちに甘やかしといてっていう感じでやっていこうと思うんだけど、私の体力がついていかない時がある。みんなどうしてんのかな、もう気力の問題。うー、オッケー、きらめいた。そしたら最後にリップしていくんですけど、リップこれ使う、なんか久々に出したロレアルのこちら、ルージュシグネチャーの116番、これ超大好きなんだよね、だけど超久々に使います。あ、やっぱいい色だな。お、いい色だな、ね、このシリーズさ、乾燥もすごいしにくいし塗りやすいしすごい好きなんだけど、だからさ、他のカラーも欲しいなって思ってるんだけど、他のカラーはあんまり惹かれないんだよな、これだけ。だからもっと絶妙カラーいっぱい作ってほしいって勝手に思ってる。オッケー、顔面完成しました。いかがでしょうか、こんな感じの顔面です。はい、髪の毛やって帰ってきます。はい、髪の毛も整えてきました。メイク完成です。こんな感じの仕上がりです。春っぽいで、今日ピアスしようかなとも思ったんだけど、マジでその辺だしなと思いつつ、今日は帽子をかぶっていこうと思います。こんな感じのお出かけ、お出かけって言ってもマジでその辺だからはい、でちなみに今日の服、はい、今日の服はこんな感じです。帽子はね、なんかベイセレクトっていうネットショップで購入したこのコーデュロイ、わかる？コーデュロイとレザーのバケハで、こっちのトップスがこれまさきのなんだけどさ、ユニクロのメンズのトップスです。で、私もほら結構お腹が出てきてね、メンズとかがいいんですよね。はい、そんな感じです。で、ボトムはなんか前もね、ゲットレディウィズミーじゃないんだけど、なんかで紹介したんだけど、これは妊婦用とかではない、ジーナスの
なんかセットアップで売ってたボトムだけを使ってます。はい、こんな感じです。はい、こんな感じのバッグでいこうと思います。昔のね、春で売ってたバッグです。はい、はい、モートンみたいなそんな感じのコーデになりました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは早速行っていきたいと思います。バイバイ。